はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日はもう感謝祭ということで、例年であればもうほとんど値動きないんですよね。昨日もね、まあ終わってみれば大した動きにはなっていないんですけども、ただ少し値動きというのはありました。その理由というのはやっぱりドルかなと思っています。今かなり際どいところにいますので、当然ドルが絡む通貨というのも、抜けるか抜けないか、すごく際どいところにいるような通貨が多いです。すごく神経質な場所でこの感謝祭を迎えましたので、まあある程度の値動きがあってもこれは不思議はないかなとも思います。昨日の動きを振り返ってみたいと思います。まずこちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。下には大きなサポート、これはもうずっと言ってるサポートですね。8月から続く週足や月足レベルの大きなサポートです。この大きなサポートに対して日足の波が何度もこの安値を試そうとするんですよね。抜こう抜こうとするわけですけども、なかなか抜けない。まあ当然といえば当然なんですよね。波のサイズが違いますから、こういった週足月足レベルの大きなサポートに対しては日足の波というのはね、1回ではなかなか抜けないことは多いです。なのでまあ何回も何回も試すわけですけども、現在はこの辺りでレンジ相場を作っています。サポートの上で作っていますんでね、このレンジが崩れるということは、ここを足場に下落の流れが出てもこれはおかしくないので、現在地というのは直近では一番安いところにいますからね、当然これ下の方に抜ける動きというのは警戒が必要になってきます。昨日は感謝祭で終わってみれば値動きはほとんどないんですけども、安値は更新してるんですよね。それだけドルの売りの強さというのはやっぱりあるんだと思います。なので今日も見ていくのはドル売り。ただトレードをする際はもうこの現在地の場所ですよね、大きな壁のすぐ近くということにもなりますんで、難しい動きになってくるかもしれません。こういった場所ってね、短期足は抜けるんですけども、なかなかフォローというのが入らないということも多いです。順張りで狙う、例えば下の方に抜けたところでドルを売っていくということになると、そこで売ってしまうということにつながってしまうかもしれません。現在地というのはすごく大きな壁の近くですからね、なるべくなら押し目というのをしっかり狙っていきたいところだと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。個人的にはもっと動かないかなとも思っていたんですけども、意外と値動きの方あったなといった印象です。その中で目立つのがこの円買いの流れ。これドル円で見ていくといまいちね、パッとした動きにはなっていないんですけども、クロス円を見ていくと結構際どい値動きになっている通貨多いです。しばらくこの円の売りというのが続いていましたんで、クロス円なんかを見てみると最近は上昇の流れがはっきり出ていました。ただいいところまで戻っている通貨多いんですよね。戻り売りも当然意識されるような場所でこういった形、円の買いというのが出てきましたんで、少しこの円買いというものには注目をしていきたいと思います。あとはこの5ドルやポンドに関しては多少売りが入ったところでチャートの方は全然崩れていませんし、ユーロもね、まあ、昨日も少し崩れそうになっていましたけども持ち直しています。この3通貨というのは対ドルで見た場合、かなり強い流れというのが出ていますので、この流れはしっかり抑えたいなと思っています。ユーロドルや5ドルドル、ポンドドルあたりのロングということになりますね。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円に関しては月曜日に大きな買いが出た後ですね、値動きの方が完全に止まっています。ここには波の底が見えています。ここにも波の底がありますから、安値を切り上げている形になります。日足の波で見ていくと上昇のトレンドというのを見ることができますんでね、このトレンドを継続で見ていくんであれば上の流れというのはこれは見ていけると思うんですけども、はい、同じチャートに週足を重ねています。最近同じ話続いていますんでね、おさらいという形にはなってしまいますけども、週足を見た場合はこの辺りにレンジ相場が見えてきます。そうすると今の現在地というのはこのレンジの上限なんですよね。抜けていればともかく、上限で抜けていないとなってくると、どうしてもやっぱり買いというのは難しくなってしまいます。週足の流れを重視するんであれば、見ていきたい流れはこのレンジの上限から下限へ向けた下落の流れ、104円のミドルから後半というのはこういった週足のレンジの上限ということになりますので、上値は重くなってくるんじゃないかなと今は見ています。まあレンジの中の値動きですからね、大きなトレンドというのは難しいかもしれませんけども、まずはこのレンジの下限へ向けた流れというのを見てはいきたいなと思っています。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。上には週足のレンジの上限、まあ大きな壁ですね。この上の壁に対して下のサポートというのを見つけていきたかったんですけども、ここ最近の動きを見ているとやっぱりこのあたり104円の2030というのは一つの壁にはなってきそうですね。週足レンジの上限からの売りというのを見ていくんであれば、こういったサポートを割ってこないといけない。今はまだこの枠の中から抜けていませんからね、まずはこの抜けというのを見ていくことになると思います。イメージとしてはこの中にいる限りはレンジ相場、下の方に抜けてくれば一旦はこの上昇の起点までの下落ですかね。ということはこの104円の20あたりの攻防というのは注目することになると思います。
流れを見ていると綺麗に下落の流れ出ていますからね。僕は普段あまり斜めラインって引かないですけどもね、これだけ綺麗に引けてくると注目する人も多いかもしれませんね。だいぶこの三角形の先の方まで来ていますので、今日あたり抜けというのが出てくるかもしれません。上の方に抜けてきてもこれはちょっとつまんないですかね。下の方に抜けてくれた方が流れという人はね、面白い流れになってくるんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあドル円に関しては動かないという流れも十分まだあり得るんですけども、下の抜けというのをねちょっと見ていきたいなというふうに思いますね。抜けてしまえばまずはこの上昇の起点部分 103.6 あたりを目指した売りの流れというのを見ていきたいなと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。今週はこの3万ドル超えという流れもありましたけども、流れとしてはまだレンジ相場と見た方がいいかもしれませんね。上の壁は3万ドル、下のサポートは2万9000ドル。上下の壁というのがはっきり見えていますんでね、まずはこの壁を基準にトレードを考えていくことになると思います。直近では3万ドルの壁に対してなかなか抜けないという形も出ていますんでね、この天井圏でのサポートが崩れてしまうと、下の流れ、まあ、つまりは下のサポートまでの下落ですね、そういった流れも見ていかないといけない状況も出てくるかもしれません。ただ個人的にはね、やっぱりこの3万ドル、この辺りでポジションを持つというのは難しいと思うんですよね。抜けるかどうかというのがやっぱり分かりませんので、直近の流れはもうすごい強い流れというのが出ているんですよね。上昇トレンドの高値圏でレンジ相場を組んでいるわけですから、ロングを見ていくんであればこのレンジの下限あたりをしっかり拾っていきたいなと思います。ただその際にはこのサポート割れてしまったらどうするか、この出口の考え方というのは事前に考えてはおきたいですね。はい、こちらが日経平均の CFD 1時間足に日足を重ねています。日経平均もずっと強い状況続いています。僕はこの辺りでレンジ相場を作っていて、このレンジからの抜けという形で見ていたんですけども、すごく押しが浅いですからね、むしろこういった上昇のトレンドというのを見た方がいいかもしれませんね。トレンドが出ている以上はこういった押し安値を割らない限りはどこかでロング。今はこの波の高値圏で足場を作っていますので、この足場崩れなければ再度上昇の流れを見ていくのも面白いと思います。もう正直ね、日経平均もこの辺り、近い過去には値動きがないんですよね。なのでまあどこかで売りは出てくるんでしょうけども、それがいつになるか、どのようなタイミングで出てくるのか、その売りは大きいのか小さいのか、そういったのを完全に今上昇のトレンドが出ているうちに考えていくというのはやっぱり難しいと思います。こんな小さな波の高値圏の攻防ですらまだ崩れていませんからね。買っていくというのは多少怖い部分もあると思いますけども、チャートの方が崩れていない以上はロングをしっかり狙っていく。ショートを見ていくんであれば崩れを見てからでも十分間に合うと思います。今はこの強い流れを組んでサポートをどこかに見つけてからのロングというのを意識していきたいと思います。はい、こちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。この金に関しては今週すごく特徴ある動きをしていると思います。直近のサポートを今週割り込んでいる。今週のこの週足はまだ閉じてはいませんけども、これだけはっきり割れてしまったらね、これはもう下落の流れというのを見ていかないといけないかなとは思います。ただ僕は金に関してはどこかで買っていきたいという考え方がずっとやっぱりありますんでね、こういった形で崩れているチャートというのが出ているうちはなかなか手は出せないんですけども、今回も少し買いの強さというのを見せた場面あったんですよね。最後には崩れてしまいましたけども、次もねこういった強さサポートというのを見つけてからのロングというのをね狙っていきたいなというふうに思っています。この調整の期間、かなりの期間になってきていますけども、僕はあくまでこの下落というのはね調整の流れだとは思っています。はい、というわけで、感謝祭明けの金曜日、週によっては金曜日が休日になっているところもありますし、なくても個人的に休みを取られてね4連休という方も多いんじゃないかなと思います。アメリカの株の方も短縮取引ですんで、昨日に続いて今日も出来高の方はだいぶ薄いんじゃないかなと思っています。過去5年ぐらいの動きを見ていると、木曜日は本当に値動きないんですけどもね、意外と金曜日というのはある程度の値動きがあります。今回がどうなるかというのは分かりませんけども、今現在ドルというのはかなり際どいところ、ちょっとでもサポート終わってくるとね逆差し値で大きな流れというのが出てきてもおかしくない、そういった状況もあると思います。例えばドル円で言えばこの 104.20 のサポート割れですかね。月末までは残り2営業日。11月は株式市場、かなりの値動きになっていますので、リバランスの売りというのはこれは出てもおかしくないとは思います。通常はそういったのは先取りするんですけどもね、最近でも株の方は強いので、そういった売り要因が消化されると再度上昇の流れというのも期待できるのかもしれませんね。
ということは本格的なドル売りは、来月になってからかなとか、まあ、いろいろ考えることはあるんですけども、考えたところで答えは出ないですからね、まずはしっかりこういった値動きを抑えてはいきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別に動画の方を撮っていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは、今日も頑張っていきましょう。